はい、今日もあなたと百姓天国、本日は1月の3日、はい、午後になりましてね、天気が悪くなってきて、ちょっとね、雨が降ってきましたね。さあ、そんなわけで何やってるかって言いますとね、このハウスのね、こっちのあの春夏専用の育苗ハウスをね、今中きれいにして、今このサイドのところもね、ちょっときれいにして、やっぱりね、いかにこうやってね、防草シート貼ったりいろいろやってもね、やっぱり1年に1回 はやっぱりやらないと、やっぱり草生えてくるんですよね。なので結論から言うとね、草は抑えられないんですよ、ね、何をどうやったところ でね、それが結論です。なのでこうやってどうしてもね、1年に何回かはね、草をこうやって管理しなきゃいけないです。これだけね、完璧にね、結構去年ね、がっつりこのサイドのね、ハウスのところにやっても、それでもこうやって草生えてくるんですよね。はい、1年経つとね、今ここモアでちょっと走ったんですけど、まあなかなかね、大変ですよこれ。完璧には、だからこういう時にね、除草剤、薬剤使えば簡単だよねって。だから普通のね、農家さんはみんなこういうところにね、シュッ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 農薬をまいてるわけですよね、除草剤をね。はい、だから例えばね、よく言われることですけど、畑の中にね、除草剤をまきたいと思ったことはあんまりないんですよ、私は。だけどこういうところに除草剤を使えればなって、もっと楽になるなっていつも思うんですよね。なのでね、例えば畑の中にね、使うって、除草剤を使うっていうのはね、もちろん我々それでオーガニックとは名乗れないわけですけど、例えばね、こういう通路って畑ね、関係ないじゃないですか。なのでこういうところに使ってる人もいるんですよね。ただ僕は基本的に一切使わないということでやってるんですけどね、こういうのは皆さんはどう思われますかね。私はもう基本的には一切使わないということでやってきただけなのでね、あれなんですけど、これでね、畑の中はオーガニックでやるけど、通路はこうやってね、除草剤使うよっていう人もいるわけですよね。皆さんそれについてはどう思われますかね。それへんはもうね、人それぞれ、考え方もそれぞれね、いい悪いってないと思うんですけど、僕はね、お客さんがどう思うんだろうっていうところで見てるわけです。だから例えばね、多分ね、倉庫にしろどこにしろね、通路にしろ、多分使ってほしくないなってお客さんは思ってるんだろうなと思うのでね、そういうふうにまあ順次した形でこうやってやってるわけですね。はい、厳密に言えばね、畑の中以外は関係ないっていうふうにはね、こちら生産者の立場から見ればね、それはそう言えるとは思うんですけど、その辺ね、日本の消費者はどう思うんですかって話ですよね。僕は自分のお客さんのね、イメージね、百姓農園さんには使ってほしくないなって多分そう思ってると思うのでね、だからまあそれもあって、ね、使ってないということもあるんですけどもね。でもこういうところでね、使えれば本当に楽になるんですよね。これ自体もう無駄な作業になっちゃうわけですからね。なのでまあ結局こういうところに負担がかかるのが辛いんですよ、オーガニック農家っていうのはね。はい、畑の中の問題じゃないんですよ。こうやって育苗だとかね、いろんな施設ね、ハウスね、何もしないとこうやって草生えてくるんですよ。これだけ防草シート貼ってね、やったところでね。でこれってやっぱりね、結構なストレスなんですね、農家にとっては。場所によってはね、竹が生えてきたりするわけでしょね。竹を枯らすって結構大変なんですよ皆さんね。薬剤を使わずに竹を枯らすってね、難しいでしょ。どうしてもね、冬場はこういうこの仕事をねやってあげないとね、これから暖かくなるわけでね、もう今やらないと無理なんですね、この仕事は。これはまだから1年に1回か2回ね、冬場にこうやってやりますね。で3月から10月はね、できるだけもうこういうことはしないようにね、やっているわけです。よいしょ。はあ、
手間ですよね。ね、こういうちょっとした隙間からこうやってね、吊る性のもこれが生えてくるんですね。非常に厄介ですよね。こういうものがね、長年やってるとね、若い時は別にね、こんな草むしりって何とも思わないですけど、僕みたいにね、年を取ってくると多分こういう仕事ができなくなってね、もう引退ということになってくるんですね。残念ながらそういうもんでございます。去年ね、結構頑張ってこうね、いろいろやったんですけど、まあ疲れますわな。だからね、皆さんオーガニック栽培ってね、どうですかって話になるんですね。畑の中をね、無農薬で野菜を作るということに関しては、私はもう大体、できておりますね。それに関してはね、ほぼ技術的には確立してるんですけど、ここら辺ですよね畑の中以外の部分に関してはどうしてもね、何もやらないってわけにはいかないですよ。こうやってね、草生えてくるわけでね、これをどうすんのっていう話でね、はあ、畑の中をね、草だらけにしている段階で僕からするともう完全にアウトですけど、でもこの辺はね、やっぱりやってあげないと。これだけ資材を使ってね、草を抑えていてもね、だからその意味でね、畑の中を草だらけにしている時点でもう完全にそれは無理なんですよね、はい、っていうのがこれでね、分かると思いますね。私のように管理をしてね、ヘクタール単位でやってる百姓農園でもやっぱりこういうのはね、1年にやっぱり1回2回はやらなきゃいけないわけでね。これで畑の中なんかを草だらけにしてたらね、管理なんかできるわけないんですよね。で、狭い狭い猫の額のようなね、畑であればあれですけど、でもそれでは飯は食っていくことはできないわけですよね。という意味でね、こういう管理をね、いかにサクサクとね、終わらせるかというのが、実際にはね、我々オーガニック農家の一番大事なポイントでもあるわけですね。で、この仕事はね、どうしても1年に1回か2回でも3回はやらないんです。私はもうね、それは無駄仕事ね。なので3回以上やっててはやっぱり飯は食っていけないですよね、はい、他に作付けやらなきゃいけないことは山ほどあるわけですしね。だからこの辺のところなんですね、プロの農家としてやっていけるかどうかというのはね。で、若くて体力があれば何の問題もないわけですけどね、こういうのは地味にね、じわじわと効いてくるんですよ、年取ってくるとね。正直ね、30年やってね、まだこの草むしりをしなきゃいけないのかっていうのはね、なかなか正直答えますね。こうやってハウスの周りにこうやってね、この隙間でね、こうやって木が生えてくるんですよ。これ見てください、これね、どうしますのって話でね、厄介なんですよ。これほっといたら本当に木になっちゃうんでね、チェーンソーで切らないとダメなんですけど、まあ私もね、本当にどこまで現役でできるかね、本当にわかりません。やっぱり体力の衰えっていうのはね、加速度的にいくのでね、あと2年で私も還暦になりますけどね、多分農業者の中において還暦なんて全然若いんですけどね、オーガニック農業で30年やってきて、私はもう足がね、もう動かなくなってなりましたんで、多分普通の農家さんみたいにね、70、80までは多分もう僕はできないと思っておりますね。早ければ5年、
さあ、ね、皆さん草には勝てないんですよ。この隙間から入ってくるんですよ、これ。はい、ということでね、これで下に防草シートが貼ってあって、この量なんですからね。もし貼ってなければもうとてもじゃないけど無理なんですね。はい、あの木も切らなきゃいけないね。はい、ということで大変でしょ、ね、大変なんです皆さんね。オーガニック栽培でね、完全無農薬で野菜を作る、それは簡単なんです、僕から言わせると。だけどここの通路を管理するのがこっちの方が大変なんですよね。こういうところね、除草剤撒いたら楽でしょうねって話でね。皆さんどう思われますかね。私はもう30年使ってきてないので使いませんがね、こういうところがね。でオーガニック農業って皆さん野菜を作ることが難しいんじゃないんですよね。こういうところを管理するのが難しいんですね。年を取ってくると多分ここがもうできなくなったら多分僕は引退ですね。この作業をね、自分で管理ができなく、だから畑の中の問題ではないんですよ、私が引退するかどうかっていうのはね。こういうところが手が回らなくなってハウスが草に覆われたりね、そういうようになったらもう終わりですね。はい、こうやって年々ね、でこういう作業が億劫になっていきますね、年を取ってくればね。はい、昔に比べばこんなのね、30代40代の時はペペッと30分ぐらいでバーってやっちゃったんですけどね、もう年々きつくなりますね。畑の中はねほぼ大体管理できますけどね、今日ね、植えたりして、畝間にマルチ張ったり、ああいうことはパッパッとできるんですけど、これがきついんですよね。この作業がきついんですね。はい、分かっていただけますだから専業農家でやるとこの辺が回らなくなってくるんですね、はい、もちろん30代40代の人はね、何言ってんだって話なんですけど、これをあと10年後ねできるだろうかって、やっぱりそこがね、はい、70になってこの作業ができるだろうかってね、多分できないです僕はね。なのでこういうところがね、はい、そうだからね、皆さんこう
野菜を作ることが問題ではないんです。それに関してはすでほとんど私の場合何の問題もありません。でもこれができないとね、育苗ハウスの管理ができなくなれば終わりですね。はい、ということでございます。疲れたね、ちょっとやるだけでも疲れるね。はい、ということで雨は降ってきたしはいはい、明日は4日ね。はい、以上です。それではまた。